今年5月に開所した県警岩槻高齢者講習センターの中に埼玉県行政書士会の無料相談窓口を設置するにあたり、今日協定締結式が行われました。今日の締結式には、埼玉県行政書士会の関口隆夫会長と県警の小木野修交通部長が出席しました。高齢者講習センター内に。 埼玉県行政書士会による無料相談窓口を設置することで、相続や青年貢献など役所などに届ける書類についての相談などを受け付けます。また、相談業務の中で認知した犯罪に関する情報や犯罪の可能性がある情報は警察と共有なども行い、合わせて相談者に対して犯罪抑止や事故防止に関する情報発信も行います。 県内の公共施設に無料相談窓口が設置されるのは初めてで、行政書士2人が常駐し、今年度中に解処する予定です。これをやることによって行政書士に対する理解が深まって、で、えー、まあ、いろんな相談が県民の皆さんが非常にこう気楽にしてもらえるような、そういった効果を狙っているところです。